こんにちは、坂井区キャンプコーチの柏瀬です。今回は広い練習場所がない、狭いスペースしかない、そういった、中でできるトレーニングというのを紹介します。今回は目印を使ったトレーニングとなっており、狭いスペースでも親子で楽しんでできるトレーニングになっております。ぜひやってみてください。はい、それでは早速やってみましょう。狭いスペースでもできるように目印何でも大丈夫です。今日は分かりやすくコーンを貸してもらいました。まずは子供は8の字を書くようにステップを踏みながら、ジグザグで前後に進みます。この時に前のコーンに来た時にまずは親がボールを転がしてあげます。でしっかりコントロールをして返しましょう。はい、じゃあ行きましょう。ゆっくりで大丈夫です。はい、今度は、体の向きはこのまま、帰りはバックステップを踏みながら戻るようにしてください。はい、やってみましょう。コントロール返す、バックステップで帰っていく。前に出てきた時にうまくコントロールする。で、体を動かしながらコントロールする技術というのはすごく大事です。止まった状態ではなく体を動かしながら思ったところにしっかりコントロールするっていうのを意識しましょう。慣れてきたら浮き球を投げてあげてもいいです。この時もしっかりとボールを見る、ボールに合わせて体を動かすっていうのを意識してください。はい、これもできるようになってきたら横向きでもやってみましょう。この状態で今度は横向きで8の字を書くように、回っていきます。でこの時はどこのタイミングで投げても大丈夫です。子供はいつボールが来てもコントロールができる準備をしておきましょう。最初はゴロでいきます。慣れてきたらコントロールする場所を指定してもいいかもしれません。足の裏、言われたところで思ったところにコントロールをする。インサイド、慣れてきたらこれも浮き球を使いながらやってみましょう。インサイド、足の裏、ナイス。でこの時もリラックスしながら、体を動かしながらボールを見てコントロールする。試合中もやはり、体を動かしながら、ボールをコントロールする場面というのは非常に多くなります。なのでそういったことを意識して体を動かして、そこに合わせてボールをしっかりコントロールできる、そういった技術を、狭いスペースの中でも身につけることができると思います。はい、スペース、練習する場所が、狭くなったとしても、できることというのはたくさんあると思います。今回は狭い場所で動きながらコントロールをするというトレーニングを、やりました。親子で楽しみながら狭い場所でも、たくさんトレーニングをして、ぜひ、やってみてほしいなと思います。